暗証番号を教えろ。山田先生、目を覚ましてください。 ID カードは借りておく。また明日番号を聞きに来るからな。どうしたの、和琴さん。顔色が悪いんじゃないの。いえ、何でもありません。そう、ならいいけど。失礼します。あ、ちょっと、和琴さん。まさか本当に写真を貼り付けるなんて。もうこんなことやめてください。それじゃあちょっと付き合ってもらおうか。なんですか。暗証番号なら教えませんから。大したことじゃないさ、ちょっとした気分転換の散歩だよ。散歩。最近運動不足でね、犬の散歩でもしたら運動になるんじゃないかと思ったんだ。本当にこれが済んだらもうやめてくれるんですね。ここでいっか。アルナ、昨日あの後体をしっかり洗ってないだろう。え、洗いましたよ。でも私から先生の匂いがしてるなんて幸せです。あら、シュウ君、どう、病院には慣れた。は、まあ。でも嬉しいわ、シュウ君がこんなに立派なお医者さんになって、しかもうちの病院で働いてくれるなんて。美佐子さん、なぜあんな男と結婚したんです。なぜ俺の親父を殺した男なんかと。美佐子、山田君たちと知り合いかね。あら、あなたに言ってなかったかしら。シュウ君はね、私の家庭教師時代の教え子なの。お前が。それじゃあね、和琴君、山田君、しっかり仕事を頑張ってくれたまえよ。あなた、あ、それじゃあまたね、シュウ君、和琴さん。春菜、今夜俺のところに来れるな。